はじめさん、しばらくこっちには戻られへんのやから、しっかり準備せなね。江戸に行く支度は済んだ？いや。はじめさん、しばらくこっちには戻。ああ、大丈夫だ。ほな、夜明け前に起こすから、早う部屋でお休み。監察の山崎進は新選組の屯所で殺されていた。え？例の坂本龍馬に口を塞がれたらしい。お前は大丈夫だと思うが、なるべく表には顔を出さないようにしている。別にうちはええんよ。もし何かあっても自業自得やもん。いや、お前に何かあれば俺のせいだ。俺の存在がお前を巻き込んでしまったようなもんだからな。そんなこと。明日江戸に行く。用事が済むまでしばらく帰れない。江戸へ？けどそんなことうちに言うてええの？また裏切るかもしれへんよ。土佐を抜けてから俺が本当の名前を自分から言ったのはこの寺田屋でだけだ。俺はもうここで隠し事をする気はねえ。それに江戸での次第によっちゃもう生きて帰ってくることもない。今度の江戸行きはそういう旅だ。何する気やの、はじめさん。江戸城の将軍の寝床に直談判だ。幕府を見せじまいにしろってな。まさか。冗談みてえな話だが、あんたにだけは言っておこうと思った。寺田屋に戻れなくなるとすると、一つだけ心残りがあるんでな。心残り？あんたの作った飯、まともに味わったことがなかった。それを今度戻ってきた時の楽しみにとっておく。その時は頼めるか。死ぬほど食べさせてあげる。
起きた。女と別れの挨拶は済んだんか？あんたの知ったことじゃねえ。ええやないか。わしの方も馴染みに挨拶済ませてきたんや。あんたにこれ渡せ言われたわ。その手紙は？近藤さんからや。徳川将軍へのお手紙やと。あんたの馴染みってのは近藤のことか。将軍に会えたらこいつを見せろ言うとったで。はじめちゃん、お前これ読めるか？あちゃー、やっぱりあかんか。読み書きができないわけじゃないが、この字はさすがに読めない。達筆すぎるな。ほんまやな。将軍に渡すくらいやから近藤さんも気合い入れて書いたんやろうが。おい、そこの前、これ読めるか？わ、私ですか？他におらんやろうが。早く来いや。はあ、では拝見。これは一体何が書いてあるんや？何と言いますか、とんでもないことが。だから何やっちゅうねん。まずこの一番初めのこの一文ですが、1、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令よろしく朝廷よりいずべきこと。何のこっちゃ？これは幕府の持っている政権を朝廷に返すってことです。こんな手紙持っているだけで幕府の人間に殺されますよ。ああ、それやったら問題ないわ。わしらがその幕府の人間や。まさか本当ですか？本当だ。それよりその先を続けてくれ。それじゃあ続けますけど、この手紙には全部で7項目の国への要望が書かれてあります。国への要望？ええ、まず最初がさっき言った幕府の政権は朝廷に譲るということ。その後は政権を持った後の朝廷への提案が続いています。どういう内容だ？ええ、箇条書きですが、まず議員というものを置いて話し合いで政治を決定すること、異国との不平等条約を改定すること、国の憲法を制定すること、海軍を増強すること、都を守る兵を組織すること、金銀を異国と同じ値段にすること、以上、最初のと合わせて7つです。要するに新しい国づくりへの要望書ってところか。そしたらここに要望を書いたら徳川将軍が聞いてくれるいうことか？いや、聞くのは政権を返された後の朝廷ってことだろ。将軍でも朝廷でも構わんわ。わしらもなんか書いたるやないか。何？命がけでこの手紙将軍に渡すのはわしらなんやで。ほんなら
新選組の隊長に一生楽できる金を払うことってなどや。新選組の隊長？あなた方、そうなんですか？そや。せやからお前、今言うたの手紙に書きたせや。一つぐらい足したってかまへんやろ。でも、人の手紙を勝手に書き足すなんて。どうせ金をくれと書いたとこで、将軍にも朝廷にも無視されるだけだ。私もそうだと思います。お前は黙っとけ。ほな、はじめちゃんやったら何を書く？こんな機会めったにないで。国への要望なら平等な世の中にしろとかな。ああ、俺の国じゃ生まれた階級だけで人間扱いされなかった。階級に縛られ尽くした土地だったんでな。土佐っちゅうことかいな。アホくさ、そら武士の話やろうが。局長も副長も元は百姓やで。人間扱いされん連中なんぞ武士以外やったら山ほどおるわ。あんたの言う通りだ。せやけど平等な社会なんぞわしらに一文の得もないやないか。俺にはある。それが実現すればおやっさんに胸張ってあの世で顔を合わせることができる。何やそれ。そこのあんた、今言ったことを手紙に書き足してくれるか。どういうふうにでしょう。どんなに身分が低かろうが、階級を超えて人材と認められるように、武士だけではなく町人も百姓も女も誰もかもだ。そして身分が高く生まれただけの人間に好き勝手させないようにしろとな。何ですって。たく、ほんだ何や。それこそ私も望んだ日本の新しい時代です。そうですよ。だから今日まで私は今日にいたんだ。新しい時代が今まさに今日で作られていると聞いて。ですが私は剣がからっきして志半ばこの船に。なあ、その志を書いてくれ。文章はあんたになら任せられそうだ。はい、喜んで。有罪の苦行諸行及び天下の人材を顧問に備え、感触を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。俺たちが目指したものがここにある。そうだよな、おやっさん。何者か？
ご判明とお名前を申されよ。ご判明とお名前を申されよ。ここをどこと心得る。十五代将軍徳川慶喜公に会いに来た。開門願いたい。止まらんか。それ以上近寄れば賊とみなす。将軍に伝えたいことがある。お目通り許されたい。イカれてんのかこいつ。構わん、行ったてい。この国の存亡に関わることだ。そっちがその気なら力ずくでも取り継いでもらう。無駄や無駄や。せやから言うとやないか、はじめちゃん。起きた、待て。鼻から運動無用やったんや。バカな。ドカーンと行くで。ちんたらすんねえ、はじめちゃん。さっさと将軍様を叩き起こすんや。あんたは張り切りすぎだ。さすがに徳川将軍のお膝元だ。歯ごたえがありそうだぜ。それでこそ江戸まで来た甲斐があるってもん。行くぞ。起きた、待ってるい。
だな。Hey!
食ったな。
上様、
奴が例の賊にございます。見ればわかる。太刀を持て。はっ。恐ろしく手だれの者たちでございます。たった二人でここまで。その方、何が目的だ。あんたが徳川将軍か。なるほど、俺の顔も知らんか。だがたった二人でここまでたどり着いたのは見事だ。お前の狙いはこの慶喜の首か。いえ、俺たちは上様に聞いていただきたい話を持って参上しました。ご無礼は承知の上ですが、この国を救うためです。たわけが。賊が偉そうに何を抜かすか。お前は下がっている。お前たちも手を出すな。上様。徳川開幕以来300年、将軍の首を狙う賊は何人もいた。だが今度の賊はこの俺に国を救う話を聞けと言う。徳川の世はそこまで衰えたか。俺に話を聞かせたいのなら聞く耳を持たせてみろ。安心してかかってくるがいい。一度命令を下した以上、この者たちはたとえ俺が死んでも手は出さん。それが上様のお望みなら。遠慮は無用だ。お前も国を救うというならそれに準ずる覚悟もあるのだろう。だが俺も伊達に将軍を名乗る男じゃないんでな。行くぞ。
様。あなたを切ったところで徳川は滅びない。頭をすげ替えて存続するだけだ。今それを倒すために勤皇派が戦争の準備を始めている。薩長同盟のことを言っているのか。そのことはご存知なんですね。当たり前だ。衰えたとはいえ徳川の密偵は至る所に潜り込んでいる。今その薩長と英国のグラバーって武器商人とをつなぐある男がいます。そいつは最新式の武器を船で運び薩長を倒幕に焚きつけている。おそらく薩長の開戦準備は上様が考えているよりも進んでいます。もういつ火の手が上がってもおかしくはない。バカな連中だ。今日本人同士で争っている場合じゃない。だがお前も薩長の一味なのか。俺は日本人同士の戦争を避ける案を申し上げに参っただけです。戦争を避ける策。これは上様、こんな族の言うことを聞く必要などありませんぞ。聞かなければこの男に切られるだけだ。もちろんお前もな。そんな。おう、くっちゃ済んだね、はじめちゃん。こっちももうすぐ済む。大政奉還。この俺に徳川300年の幕を引けというのか。それを決めることができるのはあなただけです。ここでの返事はご無用。あなたがそれを読んだ時点で俺たちの用事はもう済みました。一、有罪の苦行職を及び天下の人材を顧問に備え官爵を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。この国の階級社会を潰せばどんな混乱が起きると思う。混乱するのは今まで階級社会にあぐらをかいてきたほんの一握りの連中だけです。なるほど、確かにそうかもしれんな。上様、なりませんぞ。そんなことはどうか冷静なご判断を。その方、名を何と申す。土佐藩士坂本龍馬。坂本龍馬。なあ、はじめちゃん、わしらもしかしてどえらいことやったんとちゃうか。さあな。ただこれで例の坂本龍馬が動き出すはずだ。まさか徳川が政権を返上するとはな。こうなると桂と西郷も倒幕戦争を引き起こすだけの口実がない。
少し面倒なことになったな。大政奉還の裏にいたのは新選組と例の斎藤はじめ。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。そうは思わんか、坂本さん。まあいい。薩長にはあんたが流してきたイギリスの武器で軍備を整えさせてきた。幕府にその気がなくても戦争の火種をつけてやることは簡単だ。やはり新選組を使う時が来たな。桂小五郎と西郷吉之助による薩長同盟は幕府打倒へと大きく歴史を動かそうとしていた。その裏にはもう一人の坂本龍馬が暗躍し、日本中を戦火に包む倒幕戦争の引き金に指をかける。近藤勇は言う。今日本人同士で血を流せばこの国を異国の侵略から守る者もいなくなる。龍馬は沖田総司と共に江戸城を襲撃し、大政奉還を進めることで倒幕戦争を阻止、同時にそれはもう一人の坂本龍馬への宣戦布告でもある。その報復がどのような事態を引き起こすのか、龍馬はまだ知らない。こっちゃ、そんな、近藤さん、間に合わなかったってのか。ミブロメ、とうとうやりよった。無茶苦茶にも程があるわ。町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。あいつら一体何のつもりやねん。おい、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これがミブロ新選組の仕業だってのか。ああ、せや、あの浅葱色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。
どこ行くねん。確か新選組が火つけたと言うとったな。わしらが江戸へ行っとる間、一体何があったんや。確か女か、おったんか。いや、だが置き手紙があった。もう避難しているらしい。ほなら、まあ一安心ちゅうとこか。したら、やることは一つやな。ああ、近藤を探そう。ほな、行くで。どないしたん。ほら、局長はまだ朝日屋におるかもしれん。はじめちゃん、急ぐで。えらいことになっとるの。やと大使の一人でもったら。
はよ。イサミちゃんとこ行くで。きっと両手におるはず。京都見回り組の佐々木はんでこんなに何の用や。何の用かやと決まっとるやろ。お前ら新選組が火つけて回っとることは分かっとるんじゃ。何が目的か知らんけど、この落とし前はきっちりつけてもらうぞ。聞く耳なしやな。ま、わしもちょこっと暴れたい気分。くそ。やったれ！本気で行くで。また来るんかい。んな暇あったら火消せんかい。逃がすか。くそ、キリがねえな。しゃあない。ここはわしが引き受けたるから、はじめちゃんは勇を探すんや。ええな。わかった。頼んだぞ。任しとき。さあ、わしが相手したるから。かかってこいや。
急ぐな。隊長、この辺の家の金目のもんはあらかた取り尽くしました。おう、じゃあここらも用済みだ。おめえら、この辺の家も全部燃やしちまえ。待て、なんだ、斎藤か。春田、お前何をやってる。今日へ火を放て。近藤局長からの命令だ。各隊長へ伝令があっただろうが。やはり本当なのか。いよいよ新選組が今日の町を牛耳る時が来たってわけよ。その野望の果てが火事場泥棒か。どこまで腐ってやがる。どうせ燃えちまうんだ。灰にするよりいただいちまった方が世のためってもんだろ。なんだあんた、身風呂が今さら正義の味方気取りか。文句があんならかかってこいよ。あんたとは一度やり合わなきゃならねえとは思ってた。それにこの火事場だ。隊長を一人消すには都合もいい。どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえで済むってことだよ。お前、剣は使わないのか。はあ、実戦じゃこっちの方が相手に届く。剣なんざバカバカしくて使ってられるかっての。どうやら本物の剣を見たことがねえらしいな。そうだったな。
確かあんたは李信流を追いかけて新選組に入ってきたんだってな。なら一ついいことを教えといてやる。なんだ。自衛官出身で一番強えのは沖田でも長倉でも局長でも俺だよ。なぜそう言い切れる。そりゃな。勝つためなら何でもする。流派や誇りを捨てることができる人間だからだ。なるほどな。お前には剣がどうしてこの世にあるのか、その意味を体で教えてやる必要があるようだ。それはぜひご教授いただきたいね。行くぞ、サイズ！Damn!
坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬。さらばだ。ちょっと待て。助けてくれ。サイダー。近藤、斉藤か。大丈夫か。何があったんだ。俺としたことが切られちまったよ。いや、お前こう思ってたんじゃねえのか。俺が今日に火をつけたって。あんたが新選組に命じたんじゃねえんだな。たるめだ。今度あんた誰にやられた。わからねえよ。だがその男にお前に伝えろと言われた。御所で待つと。御所だと。やつの狙いは帝だ。今日の町を新選組の手で焼かせて、その隙を狙って帝の命を奪う腹だ。帝の命を。もしかしたらあの男がもう一人の坂本龍馬なのかもしれねえ。大政奉還がなった今、
連中は焦ってるはずだ。幕府側の俺を帝暗殺の犯人に見せかけて幕府と朝廷の戦争を仕掛けるのが目的だろう。じゃあ新選組は利用されたというわけか。皮肉な話だな。京の町を焼こうとして京に登った俺が坂本龍馬という男に出会ったことで京の町を守る道を選んだっていうのによ。結局最後は京を焼いた男として歴史に名を刻んじまうんだからな。しっかりしろ。これまで頼み事ばかりであんたには何一つしてやれなかった。だが最後にもう一つ俺の頼みを聞いてくれ。なんだ。この手紙を都市に渡してやってくれ。近藤勇最後の策だ。最後の策。俺らよ龍馬さん、あんたに会えてよかったと思ってる。あんたに会って初めて本当にこの国を変えられるんじゃねえかと、そう思うことができたぜ。今度さ、俺のことはもういい。それより御所へ偽の坂本龍馬を止めてくれ。日本を頼んだぜ坂本龍馬。俺も近藤勇という男に出会って変わっちまった。東洋のおやっさん、それにあんたから託されたことを誇りに思う。俺は必ず俺のやり方であんたたちの意志を継ぐ。坂本龍馬としてな。よし、すまねえ。